はいみなさんこんにちは。ビロガーのありことビデオブロガーのありです。このトレードをじじってみたらここ最近起こっているニュースで行くとおくゼブから土曜日の週6回で皆さんに紹介していくものです。ということで今日は土曜日、土曜日はビデオの日です。ここ最近僕が気になったビデオを皆さんに紹介させていただきます。まず最初は超スローモーションで様々なものをぶっ壊していくビデオです。このビデオ、文字通り様々なものをぶっ壊していくんです。ビデオのオープニングは金魚鉢を撤て らししきもので破壊しますそして次は飲み物を芝刈り機で破壊生卵を野球のバットで破壊コーラをチェーンソーで破壊などなど様々なものを破壊していきますそしてどん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 エスカレートしていき最終的にはなんとおっとここから先は出ません 続きは下にリンクを貼り付けておきましたのでぜひ見てみてください個人的に一番面白かったのは卵をバットで打つシーンでしたね皆さんはどうでしたか下にコメント残してくださいお願いしますということで次いきましょう次のビデオはいいですよもう何がいいってこのビデオ見てるだけで笑顔になっちゃうんですちょっと気持ち悪かったな <laughs> このビデオはアフリカケニアで撮影された「チルドレン・オブ・アフリカ」というビデオでアフリカで暮らしている子供たちのさまざまな笑顔を見ることができます何か辛いことがあった時はぜひビデオ見てくださいはい見ただけでね になりまますからねねといいうことで次行きましょう笑ってない、ね、<laughs> 今日皆さんに紹介する最後のビデオは皆さん見たことあるかなぁクレジットカード会社のビザの CM の世界中の様々な場所でダンスをする CM 見たことありますかあーよかったです実はなんと彼の後継者が現れたんです後継者の名前はスティーブ・キャンブで彼はダンスではなく別のことをして世界中を回るんですその別のこととはうん そうなんです。エクササイズなんです。このビルのスタートは彼が自宅からジョギングするところから始まります。そして様々なエクササイズで16カ国。撮影期間は18ヶ月もかかりました。僕これ系の映像大好きなんですよね。世界中の様々なところで様々なことをして一本にまとめた映像。あー、でももし僕だったらね、何するか。 なんだろうということで皆さんに質問です。世界中ある一つのことで回るとしたら皆さんは何をしてみたいですか下にコメントを残してください。お願いします。そして今日皆さんに紹介したビデオは全て下にリンクを貼り付けておきましたのでぜひ見てみてください。グッドボタンとお気に入り忘れないでください。チャンネル登録がまだの方は上にチャンネル登録のボタンがありますのでそちらを押してください。最後にこのトレードじジってみても見てくれてちょっとでも役に立ったなと思う方は Facebook、Twitter、Google+, で友達、家族、恋人を共有してください。ということでまた来週の月曜日お会いしましょう。以上、ビロガのありでした。じゃ、また